桑木数名10月22日の1945年12月6日は日本の陸軍軍人陸士16期恩師陸大26期恩師最終階級は陸軍中将本籍石川県桑木隆次大不評大佐の三男として広島で生まれる広島市中広島陸軍地方幼年学校中央幼年学校を経て1904年10月 陸軍士官学校を卒業。同年11月、砲兵将尉に任官し、野砲兵第14連隊付となる。1905年3月から1906年2月まで、日露戦争に出征。1910年11月、陸軍砲向学校普通科高等科を卒業。さらに、1914年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。 1915年3月、野砲兵第14連隊中隊長となり、同年8月、参謀本部付勤務に移動。同年9月から1916年3月まで、東京外国語学校で夜間にロシア語学習を行う。1916年2月、参謀本部員となり、1917年6月、ロシア駐在に発令されペトログラード、ウラジオストク、 オムスクに滞在。1919年1月、参謀本部院に移り、1920年6月、野砲兵第14連隊付けに移動。フランス出張、トルコ駐在となる。この間の1920年8月、砲兵少佐に昇進。1921年5月、ギリシャ公使官付部官に転じた。1922年11月、陸大教官に就任し、 1925年3月に、砲兵中佐。1928年3月、砲兵大佐に進級しや戦住砲兵、第二連隊長に着任。1930年3月、参謀本部演習課の課長となり、1932年12月、陸軍少将に昇進しや戦住砲兵第三、旅団長に就任。1934年1月、 台湾軍参謀長に同時、陸軍野戦砲兵学校幹事、参謀本部第一部長を歴任。1936年8月、陸軍中将に進んだ。1937年1月、陸軍兵器本省付となり、第一師団留守司令官を経て、1938年6月、新設の第110師団長に就任し日中戦争に出征。 北京付近の警備に当たるとともに軽感染沿線の治安作戦に従事、1939年12月予備役に編入された。太平洋戦争開戦後、1943年11月に召集され、参謀本部付となり終戦を迎えた。1945年10月に召集解除された。ありがとうございます。